結構きつい登り方が。あかん、これは過酷すぎる、やばい。You can hate, I can hate。 皆さんこんにちは、 MK です。はい、明日走ります。兵庫の愛宕市で開催されるカタラギダム湖マラソンに走るために今高速バスを使って、大阪、私実家が大阪なので大阪の方に帰るようにしています。カタラギダム湖マラソンのコースは結構アップダウンが多いコースということで、その両方いただきました。しっかりね、明日皆さんにお伝えできるように頑張りますので、動画は最後までちゃんと見てくださいね。それではカタラギダム湖マラソンのレース動画に入りましょう。皆さんおはようございます。当日の朝になりました。小豆島に続いてカタラギも雨です。男なのかな俺って。まあ気を取り直して頑張ります。これからハーフ走っていきます。今回も私 MK のナレーションで皆様に楽しいレース展開をしたいと思います。春日部大凧、そして小豆島でハーフ2本走って結構足に疲れがありますので、今回は初の試み、最後尾からのスタートで参ります。ここからスタートします。いろんな方と一緒に走れる、本当に楽しい。スタートから 500m 過ぎていきなり坂、もうここからずっとアップダウンです。
3キロ過ぎ、カタラギトンネル。トンネル走るの楽しいって思えるんだ。大丈夫かな。下りアップとダウンが激しい。でも小豆島よりもきついですね。2週間前の今までのレースの疲れとこの今回のアップダウンのしんどさがあって、給水所が本当に神に感じる。結構きつい登り方が最大かな。ちょっと歩きます。疲れがある。いいな。10キロ過ぎ、ハーフはここで折り返し。あとは下道戻るだけ。後半はいくつか立ち止まってやって忘れたいなって思う。景色は本当に癒される。ただコースは地獄やけど。やってきました。この子体のオアシス。ここで休みます。ゴールまでもう少し楽しんでいきましょう。最後に頑張りましょう。発電機をして個人的になんかこの絵好き。エアングリア綺麗に鏡が流れていってる。ここで畳みます。はい。この暑い中ボランティアをしてくださり本当に感謝感謝です。ありがとうございます。お願いですね。ラスト3点で。はい、すいません。写真撮ってくるか。あ、すいません。はい、頑張って。入った入った。ブラストに頑張ろう。
最後の1キロはただ下るだけ、まるでジェットコースターのように。ジェットコースターここで終わり、あとはゴールに向かってフラットなコースを走るだけ。記録はグロスで1時間53分59秒でした。ありがとうございます。いただきます。このたたらぎダム湖以降北海道マラソンまで何もレースはエントリーしていないので、ちょっと残念ながらちょっとレース動画は1ヶ月半ぐらいちょっと休みになるんですけど、だから絶対離れないでください。ショート動画でちゃんと観光紹介とかいろんなところを行いますので、ぜひこちらお楽しみにしておいてください。着替えました。髪がボサボサなのでちょっと許してください。なんか今雨降ってきましたね。晴れたり雨降ったり、そしてアップダウンしかないすごい過酷なレースでした。あ、お知らせがありますのでまだ変えないでください。たたらぎダム湖マラソンの実行委員会の方、そして朝ごうしの皆様、応援とそして開催していただきましてありがとうございました。たたらぎダム湖マラソンのレース動画見ていただきましてありがとうございます。秋で走るレース、もう一つ追加になりました。それは11月10日の千葉県で開催されます千葉アクアラインマラソン、ハーフマラソンの部で私挑戦しましたので、こちらを出走することを決めました。岡山マラソンも福岡マラソンも申し込みしていたんですけれども、ちょっと申し訳ございません。ちょっとこの2つは当たったとしても辞退させていただきます。たたらぎダム湖マラソンレース動画とそしてお知らせを見ていただきましてありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。